小槌チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。高評価ボタンが増えることによって再生数が伸びやすくなるというので協力お願いいたします。ありがとうございます。まあ、先日小畑篤さんやったんですけども、うん、まあ、小畑篤さんの話も面白いんだけど、うん、どうしても僕が最後に出てきたハドソンの方に集中がいってしまうんです。なるほどな。まあ、そんな人いるのでは、まあ、ハドソンも いろいろ関わったけども、ええ、まあ、あんまりあの僕自身はあの人で嬉しい目に遭ったことはないからあの人はもう趣味の人やから、うん、まあ、であの中で小松先生の話の中で出てきた小川博さんって、ええ、小川製法論って、まあ、言ってましたね。これが、こっちで98ぐらいで亡くなったんかな。長生きですね。これ明治29年の生まれの人、はあ、今生きてたら140ぐらい。うん、ほんでこの人はまあこの世界で非常に影響力を与えた人やからね、うん、私も影響を受けたけども、うん、だからこの人の話で特に最初の頃の、まあ、古戦でも活躍したけども意外な面で活躍したっていう話をちょっとしてみる。お願いします。で小川さんっていうのはもともと越後の長岡の出身の人で、ああ長岡ですね、うん、ほんでこれがもうもう小さい頃に質屋の東京の質屋のでっち屋の奉公したわけな。ほんでまあ19か20歳ぐらいでしっかりもう10年以上もう 7つか8つぐらいの時に奉公に出てるわけな。それからもう20歳過ぎぐらいでもう冷房工も済まして独立するんやけども。で独立する時に大体まあ質屋の仕事っていうのは割と陰気な仕事で自分には向いてないなと。確かにおじいちゃんなんかこう厳しい目で見てるみたいな、うん、ただ質屋に仕入れしてくる中に骨董品とかちょっとした例えば根付けとか、ええ、そういう道具やらも入ってくるからそういうもん見たらそういうのがなかなか面白いなというぐらいの感じだったからどうもその後方向を得て独立するっていうことになった時に何しようかという時に骨董屋がやりたいなと思ったわけな。あ、いいですな。うん、で骨董屋行ってもすぐできへんから夜店に露店出しやな露店の夜店昔はたくさんあったからね日本中だからそういうなんで東京でそういうのやって最初そういうもんちょっとやってたけどもその時に露店にそのふらっとその見に来た人が古銭10枚ほど持ってこれをこんなもんも置いたらどうや言うてその10枚ほど古銭を預けてくれたんですよね、丁銀屋とか。それを預かったけどももう一月経っても二月経っても一つも売れない、そういう状況がずっと続いたもんでそれでもうこれいつまでも預かってても悪いからっていうので一つだけ売れたことにして自分が買い取って、あと全部返そうということで返したら一つ売れたんかって言ってで結局またそれからいろいろ違うもん貸してくれたりねするようになってで結局その人が古銭のこともいろいろ教えてくれるようになったわけな。あ、師匠になったんですね。うん、でそれが大竹鉄線堂っていう古銭の当時のブローカーやな結局。そういうなんが結局自分は店持ってないからそういう露店へ自分のもんちょっと置かしてくれみたいな感じで最初来てで結局いろいろ教えてくれるようになって古銭は案外面白いかもしれんなということで古銭をちょっと力入れるようになったわけやな。なんかね、うん、中島清之助の時なんかも高峰秀子が関わってきて、まあ、人のつながりって面白いですね。うん、だから自分の思ってる方向とは違うんやけどもそしてその中でたまたま自分がよそで掘り出したというか買うてきた古銭が2円で買うてきたやつを見せた時に「これは珍しいもん見つけたな」って言われてそれで「あこれ珍しいんやな」っちゅうのでそれで60円やったっちゅうわけな。2円で買うたもんを。60円今の感覚で言ったら2万円が60万円やったみたいな。そうって言うたらあそうかと、うん、またわしに任しとけって言うて、うん、それでその別のその法政者ってこれが後に製法楼の
大先生になあの西方論にいろいろ教えてくれる先生になんねんけども、この人のとこへ持って行って、でこの子が面白いもん見つけてきたって言うて、で買うてほしいって言うて、ほんでなんぼって言うにゃ思ったら120円って言うて倍になってますね、さらに、うん、ほんで横で聞いててびっくりしたんやけども、あほんならそれもろとくって言うて買うてくれたっていうけな、その人がな。ほんですぐにその元が60円やって言うてるから、ほんで60円儲かってるからわしに半分よこせって30円取られて、で自分は結局90円手に入ったわけやな、ボロ儲けですな、うん、2円で買うてきたやつやからですよね。ほんでそれがもうちょっと後でその人がいろいろその奉仙者自身もうち遊びに来いとか言うて家泊めてくれたりご飯ごちそうしてくれたりして、ものすごく親切に家中奥さんやらも親切にしてくれるん でしょっちゅうそこの家へ行くようになったわけな。そしたらその ある時に大阪へちょっと行ってくる言うて、奉仙者が大阪へ旅行した時にその自分が売った古銭を持って行って、で大阪で170円で売れたわけ。あれさらには行ってません、うん、50円上乗せして、うん、で君のおかげで今回は旅行が楽にできたって言うて、えらい喜ばれて、えらいいいやつだったんですね、うん、ほんで古銭っていうのはこんな儲かるもんがあんねんなっていうのが分かって、ほんでものすごい熱心に古銭やるようになったわけな。最初離職目的だったんですね、うん、だからもうその値段にもつられて、でそんなんであっちこっちで物を見つけてくるようになって、で持っていくと面白さの前としっかり買い上げてくれるっちゅうことやな。それで要領も覚えてっていう、そしたらそういうのやってるうちにね、鈴木忠治ってもうお客さんもちょっとずつできてきたわけな。またそういうお客さんの中でね、鈴木忠治っていう古銭の結構その当時の大きい収集家がおって、ええ、その人が自分が急にお金がいるようになったと。で総額で当時の2万円から、まあ、2億とか3億やな今の金で、それぐらい売ってその運転資金作らないかんっていう、出版かなんかやってない教科書かなんかので作らないかんから、そんだけのもん買うてくれる人は当時やと、その当時は田中恵文って言って西銀へ寄贈した人と、それに対抗した人でね、レートっていうおしろいやってた平尾正明のおじさんになる人やねんけども、そうこれがレート化粧品っていうのをやってて、でその人に古銭を田中恵文のとこで顧問みたいなしてた人がそっち移って、その人にその古銭勧めたわけやな。でその平尾さんっていうのも変わった人やけども、もともと一応やってたとかいう話はねけど、実際はそんな全然古銭は知らんやけども、ほんなら10年だけ付き合おうって言うて古銭集めるようになったわけやな。ほんでそのものすごい勢いで、それから田中恵文に対抗するぐらい金持ちやし、化粧品っていうのは当たったらボロ儲けの商売、当時やったら儲かるでしょうからね。でその当時の化粧品の大トップメーカーやったわけやから、うん、でしかも買い集めんのにその自分のその広告の化粧品の広告の隅に古銭買いますとか、こんなもんが欲しいとかやるから、割とお金もあるし日本中へそれが宣伝できるから、広告費もそんなかからないですね、うん、広告費は会社のあれでやれるし ね、うん、なぜ化粧品のところにそんなようわからんもんがあってなりそうですけど、ほんで今の勢いやと、この2万円のコレクションを買うてくれるのは、まあ、人しかおらんやろと。で人の今顧問してるのがその前言った郡司さんのおじさんなんやけども、この人が三上光斎って言って、これも面白い人なんやけど、その三上さんに言うたら結局その平尾さんから金が出て何ぼでも買うてくれるっていうかね、三上さんが OK さえ出したらねっていう格好で、それから三上さんにその口聞いてくれと、三上さんのとこへ案内せえと言うて、その西方論に小川さんに声がかかったわけや。ほんで
まあ、三上さんは名前ぐらい知ってるけども、要はそんなに親しいないんやけども、ほうほうほう、まあそう言われたから行くけども、私はその、何もできませんよと、ただ紹介するだけですよっていうわけや。それで行って紹介したらすぐその話がまとまったわけや。ほうほうほう。そしたらその鈴木さんはその三上さんに2万円の1割の2000円をお礼に渡してるわけやな、リベートやな。ほんでその、そして自分案内してくれた自分にも1000円くれたっていうね。1000円、当時の1000円やからね、1000万以上やからね。ですよね。1000万。ほんでただそのなんやわけわからんけども案内せえ言われただけで、案内してこんなもらうあれはないって言うたけど、まあ取っとけ取っとけっていうこと、まあ、それ持っといた方がいいですよね。ほんでこんなもんもうて、今までのその露店でね商売してるそんなあれが1000円もいっぺんにもろた、大金もろたわけやから、っていうんで、これはこれでなんかそのちゃんとした商売せないかんということで、それで湯島で天神したっていう、あの東京で言うたらあの今の上野の辺やな、あの辺でその店を見つける借家を、だそれが家賃が45円やってる。ほんで、あ、45円やったらええなと、その1000円 も持ってないからな。ね、半分かかってもだ、けども、店は結構広いんだけども、もう荒れ果ててるから、いうので、その金は持ってるわけやから、いうので、それで、あと思い切り改装したわけや。ほんで、結局、ちょっと、なんぼでもあると思って、したら使いすぎて、結局改装費に1200円かかったってだけどまあ その200円の余分が出るぐらい、まあお金も持ってたわけやな。よかったですそれは。それで5000円やったらやっぱりそのちゃんとした店やるとよう流行るようになったわけやな。そうですね。うん、でそしたらその隣にも空き家ができたから、これも借りてくれって言われて、ほんならそれも借りようかっていう。で借りたけど結局古銭なんて本来そんなに傘取るもんちゃうから、そら ねちょっと箱があったらいいんだよ、うん、それから狭いとこでもできるような商売やからね、それから結局もともと骨董屋もやろうと思ってたわけやからちゅうので、骨董品の店に隣はしようと思ったわけや、その時にその骨董品ちゅうのはあのピンからキリまであって、そのなかなか難しいわけや、商売にしても何しても、でそういうその分かりにくいものはやめて、その当時のいわゆる今下手もんって言われたり、それから荒道具、例えばタンスとか、いわゆる道具やな、その骨董品というんじゃなしに引き出しやとかタンスやとか茶碗やとか、そういうもんやったらその誰でも分かるやん、実際に使う、それからそういうもんで商売しようと。でそれを集めんやけど、その借りた店も広いから何本置いてもあんまり置いた感じがせえへんわけ、物が。まあそうですよね。な、自分とこのもこせんの店以外にもう一軒隣に借りてるわけ。それでその集めに回んのに、その田舎回りせんといかんと、その都会で買うたら高いんやから、ほんで飛騨の高山行って、ああ高山、今でこそその高山なんかあれやけど、その当時不便やね、うん、まあ、今でも大変ですけどね、今でもね行くにゃ、ほんでそういうとこで農家やらそういうとことか、その地域にある骨董屋とかからいろいろ物買うて、それから薄屋とか絹屋とかね、そんなもんまでね、だーっと、うん、それを買い集めて店、そのトラ、あの貨車に一杯分買ったっていうね。すごいですね。うん、でた、ほんでそれを東京まで持って帰って、それで並べたらもう店そういうもんでガチャガチャすごい状態になったんやけどね、そんな店が東京には ないわけや、もともとそんな農家にあるようなガラクタやな、そんなもんがいろりの上のこう夜間に吊るすようなもんとか、そういうもんをわーっと集めたら、ちょうどねその自分に民芸運動っていうのが盛んになっててね、
民藝は柳宗悦っていう人が大正の震災の後ぐらいかなからそういう運動してんねんけども、この人はもともと親もものすごい金持ちで、で家にロダンの彫刻があるっていうのが、すごいですね。な、柳さんは伯爵かな、なんか親がな、そういう人で、そこの家へたまたまそのロダンの彫刻を見せてくれって言うて、朝鮮から来た日本人やけど朝鮮から来た人がお土産に朝鮮の陶器をくれたわけ。おお、すごいですね、ほんまじゃないですか。な、でその自分朝鮮の陶器なんか誰もその集めもしてへんし、お、そうなんですね。うん、そやけども見た時にそのただの白磁言うて真っ白のんやけども、なんと僕で美しいもんかと思ったわけや。あ、ほんでそれで柳宗悦はそれがきっかけにそういうもんに目が開かれて、ほんでそういうもん日本にもそういうもんがあるかしらんと思ってやった時に、その日本の昔の民芸品、今で民芸品って言ってるようなもん、そういうもんとか木磁器物言って素人が彫ったような仏さんとかね、そういうもんに目覚めて、それでまた庄司とか今でいう河合勘次郎とかいう有名な陶芸家らと民芸言うて、その骨董品じゃなしに民衆の名もなき工人が作った作品にこそ素晴らしいもんがあるっていう言い出して、で集め出したっけ。でそういうような運動がちょうど盛んになって10年目ぐらいやな、この店が始めたの小川製五郎が。そういう店は東京にも大体そういうものは売ってへんから、柳宗悦やらでも自分で田舎やら回って集めてたわけや、最初の頃。またそういうものがバッとその店に並んでると、民芸運動に賛同した白樺派の志賀直哉とか武者小路とか いろんな人がみんな東京に住んでるわけ、東京とか鎌倉に住んでるわけやから、ほんと東京にもそういう店ができたっちゅうので、どっとそこが流行ったわけ。ほんでかなり高い目の値段つけてもどんどん売れていくわけ。そのうちそのちょうど近くに松坂屋っていう百貨店があるから、そこで展示会やったりして、でも面白いように売れるんだってな。高山へ行っては貨物いっぱい買うてきて並べるって、そういう商売して。楽しそうですね。それから民芸運動がその都会で盛んになった、大きくなった、その運動が大きくなったきっかけは、この小川さんが古銭屋のついでにやった商売が当たったっていうこと。ああ、面白いもんですな。うん、だからこれは民芸運動の話の中で一切出てこない話でね、小川さんなんかの自分が自伝書いてるからそういうものの中に出てくるんで、ほんで僕らもその話を直接小川さんにいろいろもっと突っ込んで書いてある以外にもいろいろ聞いたらね、そしたらまあ売れんのは売れんやけどね、最後に売れ残んのがね、薄木の薄があれ大きい薄、あの薄ね、うん、薄は全然売れへんじゃて、まあ置き場ありますね、大きいし、ほんで薄ばっかりがいくつも残んにゃって10も20も店に、そしたらちょうどその店の近所にそのではないけどそういうその細工もするような人がおって、ほんでこれこんなにこの薄が古い薄があんにゃったらソファーやとかね、薄そのまま丸い薄のとこへね、ガラス丸で切ってね、ポンと置いたらテーブルになると。2つあればね。ね、ほんで今度その薄のこうあるやつのね、を半分こう切ってこうやったらね、背もたれになって、ソファーになるっていうわけ。すごい考えですね。ね、ほんでそうしたらどうですかっていうアイデアをくれてね、ほんでそれ作ってその売り出してみたらね、その民芸をやってるような人はね、自分とこの応接間にそれを置くのがもう流行りのステータスになったわけ。そのソファーって実在してるんですか？今でもある。あ、うん、
ほんでもうどん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 あのそれが売れるんやって。ほんで松坂屋で展示会したらあのワンセットが200円とかね、こっち200万円やな、ね、まあとかね、そんなんで売れたりしてね、もう笑いが止まらんっていうぐらい売れたらしいわ。面白いですね。あの中島誠之助も高根秀子で秀子でそういう儲けたり、うん、そういう人の助言ってしっかり聞くもんですな、うん、ほんでだんだんねそれがねあの逆にその薄やら記念 薄が、うん、あの仕入れても仕入れても売れるもんやから足らんようになってくる。ええ、そしたらその職人さんがね、ほんならねこうやあの切るやつをね、うん、うまくそのあの一つで二つ取れるようにこう切ったらええとかねいろいろアイデアを考えてくれんじゃって、それがまた自分も儲かるもんやからね。うん、だからもう面白いほど売れたって言ってね。そう見たことないな。うん、ああそういうなんで、あの民芸運動にものすごく貢献してんねん。ほんでそやからその店から売れたもんが今のその民芸館とかね、そんなところの展示に並んでるもんがね、私が昔これ売ったやつやこれ売ったやつや今いっぱいあるって言って、なるほどな、うん、そういうことがあるな。面白い話ありがとうございました。まあ個人的にはそういう個性の話も面白かったんですけど、うん、やっぱ薄のね、うん、ソファーっていうのを見てみたいですね。うん、博物館にあったりしないんですかね。いや今でもね、うん、あのたまにその骨董屋なんかに置いてる時ある。ああ、うん、その小川製法のソファーとして、うん、いやいやその単にもうその民芸品として。ほうほうほう、うん、そうなんだ。それは気になるところでですね、でも寝心地良かったんですかね。あのどっしりしてるからね、安定してるでしょ。そうですね、あの、うん、薄はそうなやつな、うん、だからそれから意外なとこでね、でちょうどそういう珍しいもん、新しいもん好きの金持ちにフィットしたわけだな。面白いですね、うん、人が集まるといろんなアイデア出るのが面白いなと思うわけですから、うん、それがあの流行るっていうところ、お前とこにもあんのか、わしとこも欲しいっていうのね。まあそう考えたらね、そういう一人でやるより大勢の人でやった方が面白いっていうのは思いますね、うんうん、まあそういうな話やね。なるほど、小川製法論についてはね、もういろんな話あるからね、まあいくつかまたしますわ。ありがとうございます、うん、じゃあ今回の動画で評判が良かったらまたやっていきましょう、うん、はい、皆さんはあのこの件についてどう思われますでしょうか。個人的には人のつながりの重要性を感じたんですけど、いかがでしょうか。コメント欄にいろいろお書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。